じゃあやっていきますか。アルゴリズムランドエリアさん。うわ、パーティー弱え。いやでも、そろそろね、コメント欄見てても分かれてきたかな。真面目にやる人とやんない人の差みたいな。あ？何これ？え、こうでよくない？縦勘で。あれ、こいつ漢字だったよね？はい。え？こんだけ？これだから、あ、やべ、こっちなったな。だから多分、あれ、あれ？反射？反射？反射？どういうこと？あ、友情で倒せと。じゃあこれあれか。一列にな、いや、最長戦さ。こんな感じ？友情コンボが全敵貫通ロックオン衝撃波だから、殴りで倒すんじゃなくて、友情コンボで倒すよってことだ。これコピーで、あー、はいはいはい、なるほどね。いや、こういうのでいいんだよ。こういうので。なんかこれからパーティー変わってるね。今までは3ステージ全部統一だったのに、ここから、お？お、お、で、でっか！え？ってこと？え？こう？こう？どういうこと？あんまりブロックとりあえずまあ、ショット打ってみてどういう動きをするかだな。とりあえず貫通でしょ？まあ貫通だね。はい。来た。は？は？え？あ、もしかしてこれ友情コンボじゃないと通らないってこと？ああ！つまり、こういうことでしょ？友情じゃないと攻撃が通用しないんだから、これを、だから、友情拾った後に、こんな感じで、お？こんな感じってことでいい？友情コンボでしか攻撃が通用しないから、まあ、友情が通るような配置をこれ矢印で作ってって、これで、あー、これ頼む頼む左よし、OK！ だから、追従だけが弱点を通るような、そういう、なんていうか、囲まれるブロックの狭いところを作ってあげるみたいなね。なんか、ここから難易度段違いに上がってきてない？一つ一つに対して、まあ一手で基本的には終わらせるんですけど、まあこれは大体、は？パーティーがみんな、パワーヒマトイとかだから、いやでもこれワンパン取れないみたいなパターンあるかな？なんかパワーヒマトイだし。これで、うわ！ワンパン取れてねえし！いやこれ何回かやってるけど、ピギカの攻防アップも合わせて取りつつ、パワーヒをまとわないと、これ、あかんすわ。だから、多分こんな感じかな。で、これ下まで行ければ、よし、OK！ で、2P の位置、マジでこれ変わってないから、動き的には多分こういう感じの動きで、多分いけんじゃないのかなって思うんですよね。火属性に入ったけど、全部ワンショットだな。まあ、ワンショットだから、1ひらめきでいけるから、あんまりストレスかかんないけど、やっぱでも敵、敵のターンが、やっぱ、即リセットできないのがね、なんか、ムカついてきましたね、だんだん。コメント欄で言ってる人も結構いるけど。これ一筆でやるってことでしょ？ P とかだから、パーティーでスピードアップ持ちいないよね、確か。ヘングレ初手だから、多分これで、一筆。届いてない！わかった、これ。コツとしては、このプヨを、ぶつぶつに置くんじゃなくて、連結させること。均等に並べてるとね、スピードが遅くなった時に、きついから、こうやって、いけるはず。敵をね、一気に、そう、こう、これ一番最後の、ガンって一気に敵何体も同時に貫く、あれを起こしたいから、プヨは連結させないとダメっすね。とりあえず、今までのワンショットの、とりあえず今の4つの中だと、さっきのが一番好きだわ。あんな感じのやつください。あ、これも？うん、なんだこれ。重力？あ、重力まとってんのかよ。いや、これもだから結局、理屈としてはさっきと一緒でしょ？だから連結させてあげないと、重力バリアに引っかかって止まっちゃいますよ、みたいな。は？あー、だからこうか。だから、こういて、ぐるっと回って、あ？配置できない？くそ！こんな感じで一緒だ。多分これで、一筆バンっていけんじゃねえのかなと思うんだけど、これもだから初期配置ゲーって言われそうだな。よし、OK！ だからそういうこと、そういうこと！本当にだから、連結させて、ガンじゃなくて、ガガンっていう感じでいかないと、これ無理っすね。こっちは全部初手ヘングレで終わりなのか。でも考えることとしては、やっぱり、ガンじゃなくてガガン理論でいくから、あー、そうね。うわ、重力まとってる。これ。は？ 2 個通ったら多分これ間に合わない気がするんだけどな。単純にだからこの連結で置いたりしたら、おそらく、2個重力拾って間に合うかな？こう打って。いや、そうよね、間に合わんよね。多分、これね、いろいろ裏で試してたんですけど、こういうね、
ニザシュのルートも、こんな感じの、こんな感じのルート取れないんですよ。2個重力拾ったら多分止まるから、1個の重力拾って、残りの奴ら全部貫く。だから流れとしてはこう言って、ちょうどこの真ん中を行くような感じ。もっとぷよ、でっかくしろよ。でっかくなっちゃったみたいな。はい。これで、ぐるっと回って、よし、オッケー。だ、こういうことね。マジでぴったりの直線のルート取らないとこれ無理になっちゃってんの。むずー。フレンドさん先行してる人がいるんですけど、早すぎ。まあ私3分遅れて始めたから、その影響あるかもしれないけど。行って、あ、ラグドラバリアかよ。靴雑魚剣忍。あれ初手なんだっけ初手のキャラ。反射やったっけ半蔵って。半蔵反射か。ってことは、いやー、ラウドラ1回でしょさすがに。きついっすけど、多分これ、縦勘でいけんじゃないのかないけないかないや、頼む。で、ゼホンのスピードアップも拾いたいから。はい。どうあいや、そうよね。2回。もしかしてこれ、2回殴らないと割れてない？このバリアさ、敵を2回殴ら、貫通で2回殴らで試したんですよ。3回殴ったら割れるバリアだから、結構きついね。横間でこれ上がってって貫通で殴る。で、このままスーって行って戻ってきて、よし、OK！ 今クリティカルなくても関係ないですね。だから貫通で2回殴ったら処理できるから、それを理解して敵を動いていくみたいな感じ。横間でこれ上がってくと、やべえ、これ反射でやらかすかもしれない。いや、反射でもたくさん殴れば死ぬから、いや、いけんじゃねえのかな、これ。だこんな感じ。よし、OK！ だ貫通で、前後で2回戻ってくるような動き2回やって、処理がしまったわ、これ。ワンショットだったら超きつかったけど、2ショットでセーフだわ。なんか、さっきの水のステージやると嫌な雰囲気しかしない。嫌な雰囲気しかしねえ。だからこれラウドラ、これだから、ラウドラバリア破って、キャノンベース一発当てろってことでいい。なんか、こんなに靴底置いてるってことはさ、そんだけ勝てっていうことでいい。なんか嫌な予感しかしねえんすけど。ああ、はい。そんななんか2、3回とかで終わらなさそうなんだけどな。はい。1回。2回3。お、割れた！どうこれ。頼む！一発で！よし！まあ、詳細な数は多分右側に書いておくと思うけど、まあ、そのバリアを割って、キャノンベース一発弱点に当てれば OK よっていうこの考えは正しかったね。いやー、もう、こういうのじゃよくねえんだよ。こういうのじゃ、みたいな感じになりそう。っていうかこれだから、うわ、ベクトルウォールと、ベクトルウォールと、は？内部弱点？いや、こいつ反射ですけど、半蔵さん。は？ 16 回殴ってもカッチカチなんですけど！これで分かった！多分これでいける！これもループヒットだわ。貫通化してループヒット。で、狙う場所は、この右壁の、右壁のここ。右壁のもう一番キワッキワ。このもう一番、このグレーの出っ張りのとこね。ここ打って、多分、これで！は？え？はぁ！よし、来た！このパターン！やっとできた！これ多分ね、ゼフォンのスピードアップも拾わないとダメかもしれない。これダメだったらもう私切れるわ。だから一番下のこの矢印のグレーのとこに置いて、はい！じゃあ、スピードアップも拾う！いけ！いや、これで！よし！やっとできた！むずー！違う！ 50 ヒットくらいしても割れねって。いや、こういうのじゃねえんだよな、こういうのじゃ。さあ、闇の方やってきました。で、これもね、一手で、あ？一手で倒せだから、でもこれは簡単かな。だ、透明スイッチでしょ？つまり、こんな感じのイメージでいいんじゃない？これであとは階段状に下がっていけば、多分、そうね、ワンパンね。は？おお！そいつだけワンパンじゃねえんかい！じゃあ、ここに透明スイッチ設置して、壁際でカンカンするように調整しろよってことでしょ？はい。じゃあ、これで、よし、OK！ だー、もう、気持ちよくさせてよー！うわー、このクエスト3ショットなんですけど。嫌な予感しかしねえんすけど、3ショットって。初めて見た気がするんですけど、3ショットって。アルセーヌまで使うってことでしょ？透明スイッチそこ。あー、これあれじゃん。もう、やることってこれ完全に、これ、あれじゃないの。あ、なんかあれで見たわ。天魔3で、天魔4で。だこういうことじゃないの。だこう置いて、これだからここ縦勘で、とりあえず左入ります。はい。はー、そこ、通らせてくれねえんかい。よし、これで、これでいけるはず。あ、だからここで一回、こいつの上倒す。よし。で、元に戻ってるから、これは、
3個踏めばいいってことでしょ。しまったな、これ。なんか横間で下がっていって、横間で下がっていって、こいつ倒す。で、あとは、1個踏んで、1個踏んで、あの間入るから、いや、頼む、これ、薄いの行くから、頼む、ブロックで帰ってこないです。ブロックで帰ってきたらこれ負け。よし、よし、オッケー、できました。で、もうちょっとこれ、あれだな、この透明パネル、左にずらしたい方が、すげえ楽にいけたね。なんで、もうちょっとこれ左にずらした方がいいと思います。これ勝ったら報酬、英雄の賞もらえるんですけど、今回書とか結構重要なもんもらえるから、なんか、めんどくせえと、ボスかー、いやね、おかん、しかしね、めんどくせえと思っても、いや、やらざるを得ないかもしれない。これだから、あれだね、なんか他の人も言ってると思うけど、コメントとかで。あれだわ。いつでもどこでも再挑戦速攻でできるんだったら、まだストレス溜まんないけど、失敗した時に待たなきゃいけないストレスが半端ないね。多分これ、なんてクリアだっけ ?3 手クリア ?3 ショット以内クリアでしょ?剣雑魚触れてからじゃないとおそらくこれ攻撃通らないから、そこに1個用意しておく。で、あとどうすんだろう?透明化の意味あんまりここでよくできてんだけどな。ボスは変更できないから、まあ、剣雑魚をまあこの辺に置いといて、まあこの辺に置いとくか。はい。とりあえず試してみないとこれわかんねえや。とりあえずクロスドクロは絶対倒すべきでしょ?だからクロスドクロは倒し、うん、クロスドクロ倒した。これ多分防御ダウンとか?あ、そうね、防御ダウンだわ。ってことは、次が、え、元素壁?あ、ちゃんと対応してる、対応してる。こいつらは確か対応してるはず。あー、で、しかもこれあれか。呼び出さないと出てこねえから、はい。だこう打って、あー、しまったな、これ。位置ダメだわ。多分これでいいと思うんだけどな。とりあえず、こいつらは初手で倒す。こいつらは初手で倒す、絶対に。で、防御ダウンするでしょ?そうすると、あいつが透明化するから、横間で上がり下がりのルートを取って、しまったな、もうちょいこれ階段状にしといてもよかったかもしれない。見てかけないといけないかな。薄く横上がりしていって、右側に多分行くから、はい!よしよしよし!いやー、クリティカルありがてえ!もうちょっと、この剣雑魚下に寄せた方がいいけど、そうすると、階段状で上がって下がってで、行けるはず。ていうか、この靴底はもうちょいここだな。本当はここら辺に置いた方がいいわ。この辺に本当に置いとくと、もし右に行かないという事故も多分防げるから、薄く行って、横間で上がってって、よし!よし!できました!いやね、エリアさん一通りやってきたんですけど、このステージだけ、マジで理解してないとガチでむずいんで、ちょっとここ、さっきとは別のパターンで攻略していこうと思います。さっきは横でカンカンカンパターンで攻略したけど、今回は縦でカンカンカン攻略パターンでやっていきます。絶対に多分この2つのうちのどっちかになるんじゃないのかな、倒すときは。で、初期配置から話していくんですけど、2P、3P、ミッションをこなすために、ボス削りに使うアルセーヌと浅い長政は、絶対に似たような位置に並んでること。今回は、左側に固まってるんで、それで縦パターンで攻略できるパターンね。もしこれが、上とかに固まってたり、下とかに固まってたりするんだったら、個人的には横間でこうやって削ってって、この辺でカンカンカンするパターンの方が楽なんじゃないのかなと思ってる。まあ、下に固まった時はさっき動画で使ったかな。で、右側に固まってたりとか、あと離れてたりとか、画像挟んどくけど、こんな感じの配置だったら、もう初っ端からやめちゃっていいと思います。いい感じの初期配置来るまで、リセマラみたいな、上か左か下に固まってるパターンね。で、やっていきます。で、剣雑魚はまず意識しておきたいのは、壁際に置くこと。こういう感じの中途半端な位置にね、キャラクターこういうところに置くと、ここで間でカンカンカンとかして減速とかしちゃうんで、置くときは壁際にセッティングしておきましょう。で、今回は縦パターンなんで、パネルはボスの下に置くようにね。あと、近づけたり離したりできるけど、離しておきましょう。近づけとくと、入れ番する可能性あります。まあ、詳細はちょっと省くね。で、もう一個はいらないんで、まあ、この辺の壁際に置いておけばいいかな。一応縦間で攻める予定なんで、一応この際に置いておくと、もしかしたらずれて右側に来た時に役に立つかもしれない。で、壁際に置きたいのと、あとは、まあ、マーチの邪魔にならないように、今回はこの下に置いておこうかな。これもちゃんと壁際に置きましょう。なんか中途半端にこういうところに置くと、間に、挟まらない、間のこの下に挟まる可能性も出てくるんで、ちゃんと壁際に置くようにしましょうね。じゃあ、これでやっていきます。でも私もこれ、この状態から3手目までどういう風に動くかは完全にもう決まってますね。で、まず1手目はこれ横間で上がっていて、剣雑魚経由してから透明スイッチ踏んで、この、コミキを倒していく。で、倒すときは、絶対に、1個だけ。まあ、それか本当にやりすぎても3個。奇数個踏むことを意識しておきましょう。そうすると、剣雑魚が透明になってて、ボスが、ちゃんと露出してるパターンができます。これができると、あとは、縦間で、こうやってずれていくだけで、お手軽にいける。はい。で、これでずれていって、ここでカン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 。っていう風にやりましたね。で、あと重要なのが、友情コンボをマジで意識しておくこと。この浅い長政、
パワーフィールド持ってるんで、これをまとってるかどうか。あと、エンマも、攻防アップ持ってるんで、この2つ重ね合わせたら、与えるダメージ 1.8 倍変わってくるんで、もし、同じ動きしてるのに削りきれないよっていう人は、友情コンボの、これ、使ってないかもしれない。で、アルセーヌも、これ同じように、剣雑魚経由していきます。で、これも、浅い長政は、2個踏むことを意識しとく。3個踏むとまた立ち回り変わってくるんで。なので、2個踏んでるから、剣雑魚透明か、ボスは通常状態。なので、また2個踏んで、同じ動きができるようにしておくと、ほい。で、これ縦勘でまたずれていって、ここでカンカンカン倒せましたと。なので、本当に、友情コンボをうまいこと活用して使えば、クリティカル込みとか、そういうのを利用すれば、1手とかで、ワンチャン待って、2手終わりとかも全然可能でもあるね。なので、この辺意識して、やっていきましょう。あと3ステージか。しかもそれ買いまくて、これね、ソロモンなんすよね。こんな強いキャラ1手宿はしかもえ、これ、あ?は?あれ?これ?あ、これあれか。ビームだ、ビーム。なんだっけ?何が出てきたやつ?貴族生のちょっとパッと出てこない。チェイスビームユニットだっけ?これはまあすごい、じゃあお手軽ね。これ触れてから、ずっとビームを打ち続けるから、多分これ、こう打って、こう打って、多分これ触れてら、横勘で、チェイスビームユニットが、いい感じに当たって、はい、倒せません。友情もこれ削れるのかな?友情使って、はい。いや、友情これ通ってないよね。これで、あれなんか通ってる。なんか運ゲーか?いや、これあれだな、ジャックの友情多少通ってるから、多分。なので、ジャックの友情も拾わないといけないってこと。きつー。次は2手クリアか。なんかあんまりいいイメージねえんだよな。っていうか、これ多分すげえコメントは、私の予想だけどさ、荒れてる気がする。こんなむずいのさせんじゃねえよ、みたいな感じで。これはだから、2つ拾って、暴れ回りたい理論やりたいから、多分、こんな感じでいいのかな。これで、あとは?うわーなんかこれ、互い蘇生癖。やっぱり。だから、ビームとしては、理屈としてはこう、か。いや、でもこれ、横先に触れるな。だから、こうか。これで縦勘でいいのかな?それか、どっか、あ、ここの位置に置いといてもいいのか。なので、だから、ここで、ずーっと、ジャキジャキしたいから、ここにいる時にちゃんと当たってくれる位置にあなた置けてますかっていうことでええのかな?だから、これ横勘で、これ、上に上げていって、加速も拾っておく。多分、これでどうだろう?いけんじゃねえのかなと思うんだけど。いや、これ、初期位置ずれてた時点で多分これ終わりなんだよな。じゃ、ソロも拾う。友情拾う。はい、加速。あー、これ、あ、拾えてる、拾えてる。いや、拾えてない。あ、拾えてる、拾えてる。あー、いいね。多分これね、全くこれと同じことしたらいけんじゃないのかな。1ショットでクリアだから、頼む、頼む、お手軽だ、なんこういうのでいいんだよっていうショットで。え?あ、これ、あ、ラウドラじゃねえ、モラルだ。挟まる、しかまるコラボさせてください。ちげえ。え?あー、だから、こいつ殴ると、なんかたま、前回の確か31ステージだけあそこで出てきたけど、一回殴るとダメなんですよね。だから、やってほしいことは、弱点出す、その後に、ビットン殴る、で、帰ってくる、ボスを殴らず帰ってくる、と置いといて、こう、こうか。これでどうだ?多分これ私のイメージだと、横勘で下がっていって、こんな感じでいって、ここの弱点出す、で、ビットン殴って解除する、で、ここの、もうこれでもうジャキ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 みたいな、そんな感じ?多分これでね、いけんじゃねえのかなーって、私思うんですよね。だからここにも置いとくか。ここにも、あ、いや、ここ置いたら弱点出せねえや。だからルートとしては取りやすいように、この辺に置いとけばいいか。弱点多分これで殴れるでしょ。じゃ、これ私の予想、君の想像通りだよがいけるか。はい。あ、やべ、これ。これはもう完全に初期配置、なんか2回目やったけど上だから、もしかしたら絶対これ上に来るように調整されてるのかもしんない。おい。なんかいろんなパターンでした。さあ、これで、どうだ?いやー、そこ、おおー、来た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 、これ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 、よし。じゃあなんか、イメージと違ったけど、まあ、やってほしいことは多分こんな感じよね。このブロックの間でジャキジャキするか、あとは、まあ、こっちでもいいかもしれないね。縦勘でこうやってずれていって、ここの縦ルート取って、ババ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 みたいな、そっちのパターンももしかしたらできるかもしれない。まあ、なんで、それをやっていただければいいのかな。なんかコメント欄はすごい、こんな無事のさせんじゃねえよ、みたいな。最長戦24時間自動させろみたいな感じで炎上してそうな気がするけど、実際どうなるでしょうか。終わります。ごきげんよう。